鍵を握る5番手はオペラの応援を披露した生田。しかし15歳という年齢からか今まで辛いものを食べたことがないという。人生で一度も辛いもの食べたことない、うん、初めて食べるのがこんなに辛いもんっていうと人間はどうなるかっていうね。ちょっとドキュメンタリーですか、はい、そしてこのドキュメンタリーは我々の想像を絶する展開に。初めての辛い料理、果たしてちょっと震えてますよ、キキちゃん。だけど、まだいけます。おおおお、ただめちゃくちゃ震えてるよ。反応してるのは体だけで。負けたくない気持ちからか、まだ食べ続けるイクちゃん。いや、もし当たったらもういいんだよ。無理しないで。ほんと、いける気がする。多分大丈夫。えっちゃん、目が据わってきてる。大丈夫。ウィアーザワールド歌ってる時の顔としてる。頑張るイクちゃんだが、残りのこの量を食べきれないと負けという相変わらず厳しい状況にユースケは。もういいんじゃない、その辺で。イクちゃんだってこれはもう無理でしょ、全部いくのは。頑張ってくれた。ここまで来たのに、なんかね、負けすぎるですね。頑張ったよね。全部いけるか、全部いけるか。さあチームとして。多すぎるよそれ。頑張ったよ。チームとしてどうするか。大丈夫大丈夫。どうした？大丈夫。キャプテンどうする？キャプテン。やべえ、やった、もう自分の番組に戻しました。We are the world。We are the world。We are the world。頑張りました。